お疲れ様です。カナトです。今1時間書き終わりました。今までと違って、なんだろう、いや、1時間で2ページ書けたんですよ。で、やっぱりなんかこうやっていく中で思ったのが、あんまり気にしすぎない方がいいかもしれない。なんかいい漫画を書かなきゃとか、このコマあれどうだろうって悩みすぎるよりも、直感的にパッパッパってやって、やっぱ後で直す。やべ、同じことをちょっと言ってないかもしれないんですけど、やっぱりそのまず出していくことが大事だから、ラフでもいいからバーって書いて、やっぱ気分が乗ったら、これも下書きなしで書いたんですけど、バーってちゃんと全部書けたし、あんまりやっぱ気にしすぎないのがいいのかなっていう、いいもの書くっていう意識は絶対大事だけど、やっぱ自分の中に入ってるものをなんかうまくこうファって出すっていう感覚がなんかすごいいいなと思いました。僕お芝居とかやってたんですけど、なんかそういう感じに近い、すごい没頭した感じで今この漫画を描くことができたと思って、すごい良かったです。この1時間ありがとうございました。